はい、えー。冒険家の皆さん、こんにちは、えー。今日はですね、2つの動画をすでに作成して共有しました。えー、っと自動採点機能付きの Google フォームの作り方です。これはですね、あのこの 3, 3本目のこの動画は、えー、その答えを、あの、あの回答者の、えー、回答状況をどのように確認するかということをここでご紹介したいと思います。はい。えー、っとですね、あの、これはまずあの、えー、皆さんが今作っている Google サイトのページですね。で、 あの、さっきはですね、あの、Google フォームのページに行ってから自分が作っている Google フォームを開くという方法をご紹介しましたが、この Google サイトに埋め込んでいる場合は、ここから Google フォームを開くこともできます。えっ、ー、と、この埋め込んでいる、えー、この、えー、Google フォームの上にマウスを持ってくると、この右上にですね、えー、このフォームを開くという、あのー、アイコンが表示されます。右上を向いている矢印ですね。でこれをクリックしますね。でそうすると、 Google サイトの中に埋め込まれた状況ではなくて、えー、Google フォームの独立したページで、この、あの、Google フォームを見ることができます。はい。で、これはですね、あの、あの、学習者が見るページなので、ここでは回答状況を見ることができません。回答の状況を見るには、この右下のですね、えー、このフォームを編集のボタンを押します。ちょっとここ間違いやすいところなので、えー、確認しますが、Google サイトの中で、 このサイトを編集するという、えー、ボタンではなくて、一旦 Google フォームに入ってから、えー、このフォームを編集するという、えー、そういうあのボタンを押す必要がありますね。はい。えー、で、こちらがその、まあ先ほどもご紹介した、その Google フォームを編集するページです。これはあの、作った人じゃないと見ることができません。で、さっきですね、あの、えー、っと、動画の中で2回回答していますけど、その他にも3回、えー、僕が 適当に回答して、えーうん、その,あのデータがここに統計として入っています。つまり5人5回分の回答があったというわけですね。はい。これをカチッとクリックしてみます。この一番上に概,概要、質問、個別というふうに書いてありますが、大事なのはこの概要のところですね。はい。えー、この概要の一番上には特典の分布状況が、えー、グラフで示されています。全部であの11点満点ですよね。 で、一つも正解してない人が0点の人が1人、3点の人が1人、8点の人が2人、そして11問中の11点、えー、満点の人が1人いるということがこれでわかります。平均点が6点で中央値、えー、つまり一番たあの高いとこですね。これがあのは、えー、11分の8ポイントであるということがこの中でわかるわけですね。はい。えー、で、それぞれの,あの問題についても、えー あの、例えばこれ、これは1問目ですけど、これは4人中の3人が正解だったわけですね。アベンジャーズというのは正解で、緑色で表示されています。そして、マッドマックスという、これは間違っている人が1人答えたというふうになっていますね。2番目は2人が正解で、2人が間違い。で、問いさんはですね、5人、あの回分答えているので、えー、正解が3人分、人で間違いが1つずつ。はい。えー、と、4問目も5人中3人。 が正解で、えー、それ以外の間違いが一つずつという状況になっていますね。はい。えー、っと、はい、以上になります。はい。それでは、えー、っと、本当に火曜日に皆さんにお会いできることを楽しみにしております。失礼します。